she's putting all the cards down on the table, knowing there's no way that she'll be able to win this one. But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking. She's wondering if it's gonna affect this forever. Wondering if it's gonna affect this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Make her feel better. Then that's where she'll go. こんにちは、ライフゴーズオンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回は、作業を先にご覧いただいた形になりまして、でちょっとご説明をさせていただく前に、前回の動画で、これぐらいのオムロンって書いてある黒い四角いのなんだろうって、ご存知の方いらしたら教えいただけませんかということでお声掛けさせていただいたところ、コメントでたくさんの方に教えていただいて、スマートキー関係のやつだよということで、でまた移設されている方の動画をリンクをご紹介いただいたりとか、それで本当にこう参考になって今回の作業ができたっていう経緯がありまして、本当にありがたかったです。ありがとうございます。本当に今回の作業、これはあれが分かってないとちょっとできなかったんで、本当に助かりました。ありがとうございます。で、今回の作業はですね、まずシートヒーターを移設するための穴を開けたりとか、あとそもそもかぶせるカーペットを切り出したりとかいう形の作業で、あと実際現車に合わせて微調整したっていう形になってます。で、動画にはしてないんですけども、
カーペットを切り出す型紙、これちょっと汚いんですけど、これ段ボールで作ったんですけどね、これ実はバージョン 3.0 です。これバージョン 1.0 で 2.0 です。結構ね、何回も作り直して、それでようやっと形になったものを使ってカーペット切り出しました。これも実はまだちょっとマーキングしてあるんですけど、微調整が必要なんですね。やっぱトンネルってこうまっすぐじゃないんで、ちょっと微妙にこうしぼまってたりとかするんで、そこら辺をうまく合わせなきゃいけないんで、ちょっと調整が必要なのと、あと動画の中でもちょっと入ってますけれども、こういうなんていうんですか、静音材というかを使って、音のことっていうよりもやっぱり微妙に合わないところがどうしても出てきちゃうんで、これを緩衝材代わりにちょっと使って、形にしていければなっていう感じです。あとやっぱり配線があってコネクターがあってとかっていう感じなんで、こう平らに丸くするにはこういうのをこう空間に埋めていかないと綺麗にならないんで、そこら辺も含めてちょっとこれ使いました。あ、これですね、 Amazon で買ったものです。で形にしていければという感じです。で実は前回の動画で、サイドブレーキ周りのところの処理とセンサーの処理っていうふうにお話しさせてもらったと思うんですけど、サイドブレーキ周りのちょっとこうブーツ関係がですね、まだちょっと入ってきてないというか、こう届いてないもんなんで、先にカーペットの作業をしちゃいました。ちょっと予告とずれちゃったんで申し訳なかったと思います。で、さっき使ったカーペット、これ実際車に当てたら、まあこのままでもいいかなって一瞬思ったんですけど、こう端末がですね、どうしてもほつれてきちゃったりとか、あと切りっぱなしっていうのもね、ちょっとかっこ悪いかなっていうふうに思ったんで、カーペットの端末の処理をなんかしていかないといけないかなっていうふうに思ってて、それはもう準備できたのでやっていきたいと思います。これはね、結構大変というか手間というか、まあもうぶっちゃけ手縫いでやるしかないんで、その処理をしていこうというふうに思います。それができて、あとサイドブレーキのブーツが届けば多分もう完成すると思います。でサイドブレーキのブーツ一応今週来るっていうような話は聞いてるので、なんとか今週中に間に合わせられればなっていうふうに思ってます。そのとこですかね。多分次の動画で完成できると思いますので、それまでよろしければお待ちいただければと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございます。もしこの動画良ければいいねボタン、それからぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。